ハーバードマーク I の一部右側入出力制御部、ハーバードマーク I は IBM の ASCC とも呼ばれ、アメリカ初の電気機械式計算機である。電気機械式の ASCC は、ハワード・エーケンが考案し、IBM が制作し、ハーバード大学に1944年2月に出荷された。当初、アメリカ海軍の船舶局が計算に使用し、正式に大学に引き渡されたのは1944年8月7日である。ASCC を構成しているのは、スイッチ、リレー、歯車式の計算装置、クラッチなどである。76万5000個の電気機械部品と数百キロメートルの電線を使って作られ、全長16メートル、高さ 2.4 メートル、奥行きは約60センチメートルである。その重量は約 4.5 トンであった。基本計算装置は機械的に同期して動作するため、15.5 メートルの軸で接続されていて、4キロワットの電動モーターで駆動される。IBM のアーカイブには次のように記されている。オートマティックシークエンスコントロールドカルキュレーターは長い計算を自動的に実行できる世界初の機械だった。プロジェクトはハーバード大学のハワード・エーケン博士の設計をもとにしており、IBM の技術者が構築を行った。計算機を格納する構成のフレームは長さ16メートル、高さ 2.4 メートルで、そこに深さ数インチの連動パネルが重ねて設置されていて、各パネルに小さな歯車、カウンター、スイッチ、制御回路などが配置されている。ASCC は総延長 800km の電線を使っており、300万箇所を電線で相互接続し、3500個の多極リレー、3万5000個の接点、2225個のカウンター、1464個の10極スイッチ、72個の加算機で構成されている。それは産業界では最も大きな電気機械式計算機であった。マーク I の筐体はインダストリアルデザイナーのノーマン・ベルゲデスのデザインだった。エーケンはこのような精巧な筐体は資源の浪費だと考えており、戦時中の計算需要の高さから筐体に払う金があったら、追加の計算装置を構築できたのにと言っていた。マーク I には24個のスイッチが60セットあり、それらを使って手動でデータを入力する。23桁の重心数を72個格納でき、1秒間に3回の加算、または減算ができる。乗算には6秒かかり、除算は 15.3 秒、対数や三角関数の計算には1分以上かかった。マーク I は24チャンネルの3穴テープから命令を順次読み取り、実行する。条件分岐命令はなく、複雑なプログラムは物理的にも長いテープを必要とした。ループはプログラムの記されているテープの終端をテープの先端に物理的につなげて本当にループを形成させていた。このようにデータと命令を分離することをハーバードアーキテクチャと呼ぶ。マーク I の最初のプログラマは、リチャード・ミルトン・ブロック、ロバート・キャンベル、グレース・ホッパーであった。24チャンネルの入力テープは、それぞれ8チャンネルの3フィールドに分割されている。各アキュムレータ、各スイッチ群、入出力に対応している、レジスタ群、演算装置にはそれぞれ1位なインデックス番号が付与されている。それらの番号が制御テープ上で、日時法で、表現されている。第1フィールドは操作の結果が格納される場所のインデックス番号を日時法で表したもので、第2フィールドは操作の元となるデータが格納されている場所、第3フィールドは実行すべき操作に対応する命令コードである。エーケンは報道機関への発表で自身が単独でマーク I を発明したと記した。実際にはクレア・レイクやフランク・ハミルトンといった IBM の技術者も様々な部品の設計を助けていたが、エーケンが発表の中で触れた IBM の人物はジェームズ・ W ・ブライスだけだった。トーマス・ J ・ワトソンはこれに怒り、1944年8月7日の開所式にもしぶしぶ出席した。エーケンはその後、IBM の支援を得ずに後継機を構築することを決め、ASCC は一般にハーバードマーク I の名で知られるようになった。その後 IBM はSCCの開発に向かい、新技術の評価を行うと同時に世間の注目を集めようとした。その後、マーク I の後継として、マーク2、マーク3、アデック、マーク4が開発された。すべて英検の仕事である。マーク2は、マーク I を改良したものだが、相変わらず、電気機械式のリレーを使っている。マーク3は、大部分を真空管や、クリスタルダイオードなどの電子部品で構成し、マーク4では、完全に電子化され、半導体部品を使っている。マーク3とマーク4は、次期ドラムメモリを使い、マーク4はさらに次期コアメモリを使っていた。マーク2とマーク3は、アメリカ海軍の基地に納入された。マーク4はアメリカ空軍のために製作されたが、ハーバードに残された。マーク I はすでに分解されているが、その一部はハーバードのキャボットサイエンスセンターに残されている。ありがとうございます。